今夜は宅飲み始まりました。今回はですね、ビール界の一番最後になりますけども、いや実はおまけですごいものが来まして、プレミアムモルツを1ケース買うとおまけでついてるっていうね、神泡サーバーってやつですね。こちらが来ましたのでちょっとご紹介してまいります。これはですね、仕上げの神泡、まるでお店の生ビールにっていう風になっちゃうぐらいで、もう仕事終わりはもうね、これがないとダメっていう感じにもううちもなっちゃってますね。どういうわけか。で、これ結構ね、何回も出してるんですけど、2019年に登場した新型神泡サーバーが使いやすさを追求して新たな形状で新登場と。神泡を乗せて完成するまるでお店のような生ビール、ご家庭でのビール時間に仕上げのひと手間をってことでね、もうやり始めたもう止まんないですね。っていうかね、もううちで仕事終わりに飲む発泡酒はこれ必ずねつけて飲まないと気が済まなくなっちゃいました。神泡サーバー2020の進化ポイント、まずね、ここほら超音波出るとこね、超音波、神泡サーバー史上最大の超音波振動数があるっていうことで、あと洗浄いらず、簡単なんですよこれ。缶にペタッとつけてザーッと注ぐだけなんで、こういう時期ですからアルコールのウェットティッシュみたいなんで拭くだけでも全然 OK。 単4電池2個入れればいいだけですね。で、あとはもうコンパクト、約11センチの手のひらサイズで、最後に冷蔵庫にピタッとマグネット付きのホルダーが付いてるって、これですね、これ、これをこう冷蔵庫にピタッとつけて、ここにこうこうやってこうやって冷蔵庫につけとくだけ。うちはもう、冷蔵庫の中に発泡酒がワンサが入ってるんで、これと発泡酒1本取って注いで飲むっていうね、もうそういう感じになってます。じゃあ実際ちょっとやってみましょう。はい、じゃあ今回はですね、もうグランリッチっていうもう韓国のね発泡酒です。こいつでちょっとね試してみたいと思います。で、まずね、グランリッチそのままこうやって注いでみますね。これでこんな感じですね、ほらこういう感じです。でこういう感じになって、でここでこうね、神泡サーバーこうペタッとここにつけて、口のところにこうやってつけて、でここのくぼみのここのところにスイッチになってるんで、ここ押しながらこうやってゆっくり注ぐんですね。こうやってこうやってこうやってほらこうやってこうやって、おお、すごい、こうやって、はいはい、これでもうお分かりかなと思いますけど、このね、泡のキメがね、もう全然違うんですよ。こっちが普通にね注いちゃったやつ、ブツブツだらけですけど、この神泡サーバーで言うと、おお、注いだやつが泡が落ちない、もうクリーミーすぎて泡が落ちない、すごい、全然違うんですよ、これ。これまた。まあ、すごくて、ほら、もうね、泡の引きも全然違う、もう。これの評価がいろいろ YouTube とかにも出てますけれども、まあ、発泡酒とかでやると誤差の範囲ですみたいなことも書かれてますけど、いや、飲んでみたらね、全然違うんですよ。もう、こっちがね、泡がクリーミーだし、普通に継いだやつと全然変わっちゃうんで、こういうもう、1本68円とか78円とかぐらいのね、で、買ったやつでやると、ほんとよくわかる。もう、じゃあこっちね、はじめ飲んでみましょう。これね、こういう感じなんですよね。で、もうなんかビールっていうか発泡酒の味って感じですけど、じゃあ神泡サーバーの、もう味が違うんですよね。全然。もうね、全然マイルドになってるの、こっちの方が。もうね、この泡自体が美味しいし、発泡酒のところこう蓋してる感じだからね、もうすんごい美味しいんですよ。美味しくなっちゃってるんですよ。これ自体、が、ワンケースについてくるもんなんで、ワンケースはどうしても目つぶって買わなきゃいけないですけど、プレミアムモルツを。でもこれあったらね、相当楽しめますよ。毎回毎回。ビールでも発泡酒でも、もう第3のビールでも何でもいけると思うんで。ただね、コーラとか、普通の炭酸飲料に使うとあんま美味しくないよ、というのはありましたんで、まあそれはちょっとやめといてもらって、ビールとかの醸造酒にね使ってもらえれば、ね、泡のがねもう全然、これ今でも見えますかね、これね、すっごい細かいんですよ、泡が。全然こうブツブツ感がないの。こっちはね、まほら泡がまだねブツブツ感があるんですよ。もうこれくらい違うんですよね、本当にすごいです。ぜひね、皆さんこちら、プレミアムモルツ24缶入りケースね、ワンケースを1箱買わなきゃいけないですけど、それについてます。でもこれあったら絶対楽しい、絶対ビールライフが変わると思うんで、こちらね、ぜひゲットしてみてください。次回は
最後総評ですね。こちらの5商品の総評と、簡単絶品おつまみをご紹介いたします。